5番の岸澤が正攻法の位置、動いている北日本2番の坂本隆、5番の岸澤を抑えにかかりますが、ここは5番の岸澤が突っ張る体勢です。坂本を出さず関東ライン主導権取りで、3番のデザータクヤはこれを見て再度関東ラインの後ろ4番手を進んでいます。バックストレッチへと入りました。2番の坂本は突っ張られて5番手、パネル勝負になって残り1周半、岸澤が先頭、後ろ芦澤、そして牛山を連れて坂本を突っ張って出ています。4番手の位置変わらず3番出沢拓也で、3番の出沢が内に切り込んで芦澤のインコース、5番の岸澤のマーク戦、3番の出沢の動きがあって外平袖1番の芦澤達弘、前段が1射短くなって2番の坂本隆が絶好展開でまくってくる。出沢が下がって7番の豊作あった7番の牛山、後ろでは2番の坂本と4番の新山が落車しています。先頭5番の岸澤健太、出沢が下がって前の2人から差がついて7番の牛山貴弘、3番手それに迫って6番佐藤正彦ですが、前は1番芦澤かわして合流、2着5番の岸澤健太、3着差がついて7番牛山貴弘です。